はい、やるよ。じゃあ、それ行きましょう。綺麗だけど目はパワーも黒くなる。ああ、やっぱりね。これがついてる。つなぐのが我慢してないんだ。だんだん、だんだん汚れていっちゃうから。感じはなきゃいいんだよね。どうしてもお利口だから、あくまでになっちゃう。シャンプー前の動画見ると、もうボッソボソで毛が羊の。ずっと外にいた人みたいになっちゃう。ああ、ほんとだ。あれだね、やっぱりやらないとね。何でもそうだけど、離婚して後回しになっちゃうから。手のかかる証拠でやってるから。あら、一番今手かからないから。ほんとだ、ほとんど手がかかんないから。なんかなぁ、消耗切りだね。すごいね。ふわふわだ。でもタオルがこんな黒くない。ああ、ほんとだ。ねえ。やっぱり痩せないとダメだね。うん。毎日来なきゃ。どうしてもルンルンとベルちゃんの方ができない。手がかかっちゃうから。なあ、僕は男なんだ。それほとんど抜けないよ。さすが。シャンプーチョコだ。こうして見ると、ベルはやっぱり尻尾長いね。そうだね。うん、長い。このぐらい長いじゃない。長い長い。こういうの拭いてみてよ。うん。位置も高いしね、尻尾もね、うん。普通にしてても、だから上向いてるって感じね。うん。やっぱ違うもんだね。うん。最近は違うもんだ。そうだね。あら、短いね。言われてみれば。ベルはもっとふうってあるよね。このぐらいまであるじゃん。拭いてみれば、あれもうあれかいそうに。ルームより短いな。確かに短い。でも、アランが標準だもんな、多分ね。うん、ああ、確かにベルは尻尾長いわ。うん。多分先生、ベルちゃんは尻尾が長いよ。おぉ。できたね。まあ、もう綺麗だった。よし。うまっすね、アランは。やっぱりちょっとこのくらいやらなきゃいけない。うん、さあ、よし。ちょっとやるだけでな。うん。2、3分でいいから。そう。な、みんな出てるんだ。よし、座っていいよ。はい、おしまいだって。向き変えたら寝ちゃってね。はい、ありがとうございます。よいしょ。あ、ごめんごめん、回っちゃった。はい、おしまい。気持ちいいだろ、その辺で。ありがとう。